はい、こちらエスパル地下鉄連絡通路です。こちらエスパルですね。でこちらが仙台市営地下鉄。南北線、東西線の。森の都仙台で、私ちょっと酔ってますけど、酔ってても分かっていますよ。会計済まして。お支払い、合計ね。合計総額22,740円です。そしてで内容ね、お酒が1,580円、極上トロ丼が9,800円、まあ、刺身となっています。いろいろね、マグロ、ホタテ、アワビ食いまして11,280円ね。明瞭会計です。写真撮ってみよう。ちょっと酔いが回っていますけどね。はい、いいんですよこれね。その中でね、5,744円ね、クーポンでお支払い行ったんでね。まあ、16,996円ね、デー払いです。で、いいんですよ、それでね。満足すればいいんです。満足しなければ、後から後悔するのはよくありませんから。せっかくね、森の都に来ましてね、マグロの町です。ね、板前さんとも話したら、マグロの町です。塩釜はね、神戸なんかどうでもいいんですよ、クソバカ野郎が。帰ってからね、業務スーパーの冷凍食品ね、イオンでね、米買って炊飯すればそれでいいんですよ。それ普通なんです、そんなことね。こちらのドアが開きました。地下鉄です。地下鉄使ってたし、こちら。地下鉄です、こちら。定期券売り場に行ってね、路線図。市営バスの路線図いただきたいんですが、定期券売り場はどちらにありますでしょうか。定期券売り場でいいんですか。え、そちらか案内所か、定期売り場にあるということで。こちら奥の通路、こちらに行くと、まもなくありますよ。あ、そうですか。ありがとうございます。じゃあ、定期券売り場に行ってね、市営バスの路線図、いただきます。酔っててもね、私、丁寧に話と話しますから、ね。酔ってますよ。酔ってるけどね、悪い酒じゃないんだよね、これはね。だからね、こちらね、仙台市営地下鉄南北線東西線のね、仙台駅で一言ね、私ね、神戸嫌いですから、神戸人近寄るな、なんですよ。神戸なんかでね、高くの金が使う必要ありませんからね、青葉朝日、うん、垂水清水、クソバカ野郎です、あれは山陽バスね、この野郎。ここはね、森の都仙台です。本日はね、仙台の花金楽しみました。まあまだ楽しみますけどね。これは仙台のね、地下鉄です。私はね、札幌、仙台、横浜、名古屋ね、残すは横浜です。横浜は少し時間空いていますからね。これでね、仙台の地下鉄は乗車してパーフェクトとなりました。
神戸なんかねどうでもいいんですよ。あんなところね私嫌いなんで神戸ね。天気予報ありましたね、酔ってますけど、あの市バスの路線図いただきます。車両といてね、酔ってます。大宮も出していたあれとかね、ここは鉄筋売り場です。の地図式の路線図ください。こちらでよろしいでしょうか。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、はい、これいただきました。奥が深いんでね、勉強をねスタイリーね待ち合いコーナー、もうちょっと運動するとね、こちらね仙台です。こちら神戸じゃありません。普通泣いてませんね。ここでもね仙台の定期よりも一言ね、神戸人近寄るな、私神戸嫌いですからね、神戸なんかどうでもいいんですよ、ね、こんな金ね神戸でね食っても6グラムもありませんか、ね、あのクソバカ野郎ね、タルミ駅前のね東口のあのウーギンね、エビス、うわあエビスですよ、ね、ぼったくりされてね、あんなところでねクソバカ野郎ですよ。これはね、あの仙台森の都です。まあ一曲披露しましょうか、こちらでね、せっかくね仙台森の都仙台なんでね、ね、まあいいじゃないですか、これ仙台なんでね、来てよかったです。広瀬川流れる岸辺、思い出は帰らず、早瀬踊る光に揺れていた君の瞳、時は巡りにまた夏が来て、あの日と同じ流れの岸、瀬尾という景色、森の都、あの人はもういない、七夕の飾りが揺れて、思い出は帰らず、夜空輝かしい願いの時のささやき、時は巡りまた夏が来て、あの日と同じ七夕祭り、外れさやけき森の都、あの人はもういないね。歌詞ちょっとね、かみ合わないことありますけどね。
アバドリー鏡ロリー思い出はさらさよさこう影こもれる灯火に寝ていた君の頬時は雨に降りまた夏が来てあの日と同じ通りの角吹く風優しき森の都あの人はもういない時は巡りまた夏が来てあの人同じ流れの岸瀬尾と行かしき森の都あの人はもういない。ね、もう少しね、歌詞ね、もう佐藤宗幸さんのね曲大体熟知しているんですが、一部ね噛み合わないとこね。じゃあ JR 仙石線アバドルですね。 JR 仙台駅、 JR 仙台駅ね、まあいいんじゃないですか、それぞれね、まあ、悪くありません。楽しくしないとね。泉中央です。西上中央、クソ、あれ精神中央、どうでもいいんですよ、あのクソクソバカ野郎は。都市工部嫌いですからね。まあ話してればね、いよいよもう冷めます。まあ平日のね、この後バスターミナルに向かいます。少しひんやりしてまいりましたので1枚着ます。ね、あなたの綿の飾りは揺れて思い出は変えらない。そして夜空陰ごとに願いを込めた君のささやき。せっかくね、サーマーで覚えてるんでね、ここは仙台です。森の都仙台です。ね、札幌は札幌の良さがありますしね、仙台は仙台の良さがあります。横浜横浜の良さがあります。名古屋名古屋の良さがあります、ね、そして神戸なんかいいことありません。私嫌いです。神戸なんかね、ぼったくりの宝庫です。ぼったくり銀座ですよ。私は嫌いです。神戸、何度も申します、神戸人近寄るな。なんですか、嫌いなものは嫌いでね、いていいんですよ、それはね。まあ、いろんなね、方がいますから、それは。千差万別です。ね、お話した通りです。板前様とね、お話しました。ね、こちらでは、サンじゃなくてサマーです。やはり東です。ね、西じゃありません。名古屋を越えますと東です。ね、まあ、名古屋はね、一応 60Hz ですけどね。横浜 50Hz 東です。そこは違うんですよ。お酒飲んででもね、ここでは声出していい、ここではダメ、分かります。私はそんな、私ね、神戸人はね、私をね、あの悪質な人間に見ていますけどね、私はね、まともな人間です、ね、ご覧の通りね、悪い人に見えない。確かにそうですよ、悪い人じゃありませんから。私にね、ただ神戸人が攻撃する、私は攻撃を行うんですよ、ね、攻撃を行う、何も私言うことありません。人さん迷惑かけてる時ありませんからね。あの人間ってセンサー万別です。
同じ人間ですね。それはね、まあ当然ね、私なんかネックはいろいろありますよ。男性女性そのようなネックありますよ。エレベーターありませんね。あいつはこちら移動せどに、まあきっとね、これが神戸でね、よかったということね。私神戸出身じゃありませんから、第一ね、横浜の方がね、ご縁がありますから。こちらはもう行けません、階段です。エレベーター行きます、危ないね。だいたいね、目安をつけて、だいたい2万5千円ぐらいだなという目安はつけていますか。そんなことは私の自由なんですよ、ね、ただその代わり家ではね、ポテト食ってますよ、業務スーパーでね、イオンでお米買って炊飯して鶏の缶詰食ってますからね。そんなことはね、私の自由なんです。それはね、コーラで済ます時もありますね、業務スーパーのパンで済ます時もいろんなことあります。それは私のね、ことなんです。他人がね、どうのこの言う必要ありません。神戸人はとかくね、私のことね、攻撃しますから嫌いなんですよ、クソバカ野郎が。上杉、ね、上杉という名前結構ありますね。名水銀やぎさはね、ありますね、結構ね。やはりね、私は東志向です。どなたもそれ言われます。出身、いや、実は私大阪なんです。大阪の郊外の田舎なんです。生駒に近いね。けど、考え方はね、東の考え方を持ってますからね。このね、いや、なんか私東京から来たんですか、今ね。まあどっちか言ったら兵庫県なんです。兵庫県の神戸市から。それは私ね、神戸からって言いませんよ。都道府県で言いませんよ、そんな。何もね、神戸というプライド、バカでした。兵庫県で言いません。クソバカやったんですよ。私はね、兵庫県から参りました。ね、日本には47都道府県あります、ね、居住するのはね、全国1743ですね、居住可能ですからね。北海道の六の村、実効支配に侵されてるって実行支配、ロシアに実行支配下にされてますからね。まあ日本の、まあ、本来ね、日本の領土ですね。まあそれこそね、海戦北方領土ね、なんですよ。いただきましたね、仙台支店か。チンチン電車と言いますね。まあね、まあね、まあ、ひんやりしては一枚来ます。それはね、私のことなので。草の神戸言葉でね、話しかけると、もう頭に来るんだよ。頭変なんだよ。結構今日食いましたけどね。胃もたれもしていません。ね、普段主なところ、ね、仙台三越、藤崎デパート、イオン東北、イオン仙台と、ね、行きました。まあ、まだ帰るんじゃないんですよ。まだ半分も到達していませんよ。ただ今日花金です。花金です。ね、こちら、青葉通り駅です。少し冷えてまいりました。やはりね、1枚持ってきてますからね、あまり厚着もできませんからね、そうはできません。
こちらですよね。大和通り駅の話。あれね、慣れてないところはなかなか道をね外すというか間違えることねあるんでね、まあ、エレベーターの方向に、はい、今行きます。どこかでひんやりしてきました。エレベーター探します。現在地はね、こちらですね。エレベーターここまで来ました。エスパル。今来ました。あ、今こちらなんですね、うん、こちらなんです、こちらなんです、現在地ここなんです。これこちらですよね。西口バス停にあるね。この子は、まあ、いろいろな全部こう染めてまいりましたけど、慣れが必要なんでね、まあ、本当あの街中にも随分良いです。慣れが必要なんだね。こちらですよ。ここは南北線の。これが南北線。南北線。位置関係ね、使うのは私はだけ一日で使いましたけどね。まあ定禅通り、広瀬通り、青葉通りね、一番町、国分町ね。悪くはありませんよ。悪いと思ったのね、悪いね。バスターミナル、ここまで、これある。島の乗り場ここです、ね、これからどうやらね雲がかかってきましたので、もう早めに今日は引き上げいたします。まあ、もしの時はこれを中に入れますけどね。傘を置いてきましたから、どこに。仙台メリーアメリカものなんですよ。そうですね、バスターミナル。位置関係を覚えればね、分かりやすいです。立派な都会です。ここまで参りましたね。
できなかった。現在地。ここまで、このようにて。西口バスタンド、ウエストバスタンド。エレベーターこれですね。バスタンド階段しかないでしょ。エスカレーター、エレベーターでございます。こちらエスバンね。少し島の乗り場に行ってね、それでも今日は食べてみます。こちらが島の乗り場、奥が深いです、本当ね。今市街地ですけどね、青葉区も結構広いようなんでね。高輪城は新進んだ一方がこちらなんでね。奥が深いです、全然ね。奥ゆかしき人、あずましい人、あずまね、なんかいろいろありますよ。これが東ですからね、東なんで、東の東、エレベーターが乗車したら、だいたい仙台駅ですけど、ね、30メートル。青葉区1階でいいですね。これで1台待ちます。1人で乗りたいんだ。私はね、後で乗るのはそれは自由なんでね。先にお待ちの方ね、おい乗るな、先にか、それは絶対行ってはいけませんからね。中にはそういうのもいますから。神戸ではね、嫌ならね、私が後、あ、それにね、神戸ではね、あの乗れる何かね、乗らないのか何か気に入らないのかと言い換えつけられましたからね、父親で。クソバカ野郎ですよ。乗らないの自由でしょ、人と乗らないの。ねえ。そんなことは自由なんですよ、そんなことね。名前できます。1階まで私、ここまで。ループル仙台。ループル仙台。バスと JR 仙台ステーション。アンダーパス。地下通路です。乗らせる方は私いたそれは自由なんだね。そういうね、東はそういうところでございます。自らね、乗らないのはそれはもうその方の自由なんで、私もそうです。それが神戸ではね、言いがかりつけますから、クソクソバカ野郎が。変わりますよ、仙台で。あ、今まだね、これに、まだなってないでしょ。はい、バス乗り場にありました。こちら、平日のバス乗り場です。
ちなみに申します、こちら神戸ではありません、仙台です、ね、セールスいたしています、はい、こちら13番乗り場、ね、このようにね列に並んでます、すいませんけどね、たくさんの方並んでいらっしゃいます、はい、座りたければね次のバスに乗車することね、ここにね並んでね、あどの方もね立ってね行列を待ってます、なね、あの仙台では神戸のことね通用しませんからね、ちなみにね私見てて分かります、人いますわ、すいませんけどね、山陽バスもっと見らない、この野郎、神戸の市営交通もっと見らない、このクソバカ野郎が、これで普通なんですよ、普通の立って待つのがね、ここは仙台です、神戸ではありません、ちょっと前行きますけどね、止まっています、夕方のラッシュです、プライバシーの感じかな、はい、こちら電光掲示板がありますね、通り八木山だね、こちら仙台です、こちらね仙台のバスターミナルから一言ね、神戸人近寄るな、私神戸なんか嫌いですからね、仙台の方お行儀よろしくございます、どの方も神戸人行儀悪いです、これ申します、見てて分かりますよ、見てて分かりますよ、そんなこと分かりますよ、見ててね、寒くても何でもね、まあ、本日からね島乗りバス仙台駅だってループのねこの方も並んでいます、どうですね、このまま私が乗りたければねここの北山先回りね前に行ってご覧の通りね、これここまで来ないといけません、座ってもらってません、座るのもいいですよ、座っているのもいいですけどね、5列はあちらですね、少し行ってみましょうか、こちらにね並んでいらっしゃいます、こちらに待つことになります、こちらはね森の都仙台はるばる1000キロでしょうか、やってまいりましたね、ああ私思いますけどね、札幌仙台横浜名古屋行儀いいですけどね、神戸一番行儀悪いんですよ、クソバカ野郎は、こちらはねあの線がねあります、こちらに行列します、山陽バスもっと見られないバカ野郎が、エレベーターで5列の乗り場にいます、こちら平日のラッシュアワーです、アンダーパスサブウェイ仙台ステーション、仙台ミンサパールサブウェイ、私は芸能人ですか、私は女優ですからね、私は女優ですから、あ、ね、ありませんやっぱりね、声話していいとこと悪いとこ、あ、それはもちろんね常識はあります、じゃあね、上に歌ありますよね、仏像カード火葬場のとこ本当ですよ、クズオカ祭場ありますからね、
私は何も嘘なら何もしません。私塩釜鉄自分で見つけました。これはベスト迷わず巻きました。松島ね、もちろん、まあ、行く、ほぼ行くんでね、まあ、桜の日がねちょっとネックですね。行きたいんですけどね、桜見温泉ね行きたいんですけど、時間の関係と、まあ、温泉入れませんけどね。ペデストリアンデッキでございます。そんなことは私ね、うん、分かっていますからね。こちらは島の乗り場はね、こことあちらですね。あちらが島の島というか、ああ随分の木もだ。これはね、早めに引き上げて早めにね、ホテルに戻るのがベストです。明日は冷えそうなんで。来てよかったです。名工からね、フェリーで、ね、春まで参りましたけどよかったです。悪くありません。じゃあ仙台駅だって、まあ、今ね仙台でももう標準語になっていますからね。5列のね、ところを3列ね、この3列この通りね、私立ちますと、ここどなたもこちら待ってないんで、こちらにセットで、3分もこれで待ちます。この通り冷えてきました。冷えてきました。あちら CA バスです。 CA バス、こちら宮城航空バス、宮古バス。冷えてまいりましたね。広瀬川流れる岸辺、思い出は帰らず早瀬踊る機会、揺れていた君の瞳、時は巡りまた夏が来て、あの日と同じ流れの岸、瀬尾とゆかしき森の都、あの人はもういない。ねえ、きっとねえ、まあどうでもいいんですけどね、神戸戻りましてもね、きっとね仙台に来てよかった、もう絶対言えますよ、こればかりね言えますよ。後悔ありません、仙台来まして。七夕の飾りは揺れて、思い出は帰らず、夜空輝くし、願いを込めた
のささやき、時は巡り、また夏が来て、あの日と同じ七夕祭り、外れさやけき、森の都、あの人はもういない、ね、あの駅に行けばね、これ流れてますけどね、青葉通り、香る葉緑、思い出は帰らず、木陰、こもれるともしびに、時は巡り、また夏が来て、あの人と同じ通りの角、吹く風優しき森の都、あの人はもういない、時は巡り、また夏が来て、あの人と同じ流れの岸、瀬尾とゆかしき森の都、あの人はもういない。ではね、バスターミナルからね、バスターミナルからこちらからね、ではね、ホテルに帰ります。今雨降らない。バスターミナルからね、仙台からの一言ね、神戸人近寄るな、私神戸嫌いですから。ではホテルに帰ります。仙台駅のバスターミナルからお届けいたしました。こちらエスバルです。